臓の音が穴開いてる。あ、服これ、そうなの、さっきから穴開いてますよみたいな言ったら、これ親指通すとこなんですよこれ穴が開いてるんじゃなくて、これね、右手も同じようにね穴が開いてるっていうか、服のわざとこれ親指がちゃんと通れるように燃え袖、燃え袖、確かに燃え、これは怒らないの？怒んないよ。だってさ、確かにこうしてたらさ穴開いてるのかなって思うじゃん。何の穴なんだろうって思わない？肩は怒る？違うよ、私が言いたいのは、あなたはじゃあ今まで肩出しの服を見たことがないのかと言いたい。女の子がアイドルでもそう、肩を出してる服はいっぱいあるんですよ。ここだけちょっと見えてるなみたいな服いっぱいあります。もう本当に女の子が肩を出す服いっぱいこの世にあるんです。アイドルの衣装でもあるんです。それなのに私だけに肩破けてるよっていうのに怒ってるんですよ本当に分かってるんで、分かって言ってんでしょ、あなた絶対に分かって言ってるんです。もう嫌だ、ベーだおこだからね、そうやって蒸し返してきてさ、無視すればいいのに、うん、言わなければいいのにこっちのセリフとしては言わなければいいのにが、もう、そう、うん、おこね、すぐ出てきますよ、イエローカードとレッドカード、ね、あなたはレッド、ピピーン、レッドカードです。いや本当にそのコメントをしないでって言ってもする人いるんですよ、マジで。まず一つ、あの美的センスがないです美的センスがないですからね。そして人が嫌ということをやってしまうその行動、どうかしてますよ